はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバル調理を続きやっていきたいと思います。壁ね、こんな感じでここまでできました。ただね、作ってみて思ったけど、ここのとこ、こうやって壁作ってもよかったんじゃないのっていう、なんで狭くしちゃったかなって感じなんですけど、まあちょっと後々考えますかね、この辺は。であと3枚ぐらいで、とりあえず1段目の壁は完成かな。で、石とかね、全然足らないので、また取り行きたいと思います。でもって、なんか獲物がいたら、やろうかなと思うんですけどね。そうだ、あれをね、溶鉱炉をね、作ったんですよ。で、これを作ろうと思ったんだ。石、木材、革。ここでね、作りました。作ってね、このメタルインゴットっていうのをね、5個集めました。なんかメタルの素材みたいのを、石をこの、これかな、なんか取れんですよね、メタルなんとらっていうのは。取れないかな。それをね、溶鉱炉でやったらメタルインゴットになりました。要は多分金の延べ棒みたいな感じですよね。あ、これこれメタルっていうのは取れたんですね。それを溶かして金の延べ棒みたいな、ああいう、なんていうの、単なる鉄の塊じゃなくて、ちゃんとした延べ棒みたいな四角い形にしたのがメタルインゴットだと思います。で、それを使うといろんな鉄製の、ものが作れるみたいですね。鉄製のものが取れるみたいなんで、作れるようになるみたいだけど、今の採取の仕方だと メタルをね、取るのがね、すごく大変で、あ、作れない、なんだっけな、この山ん中行ったりとか、あと洞窟かな、そっちの方行くとメタルが取れるらしいんですけどね。取れるらしいんですけど、どうですかね、今のレベルでいけるのかな、そこがちょっとね、心配ではあるんですよね。結構石取れましたね。でもうそろそろいっぱいになりそうなんで、戻ろうかな。走らなくなる前に戻りたいと思います。で、この下のね、8番の16分の1ってやつが書いてあるとこあると思うんですけど、あれが弓なんですけど、16っていうのが矢の数なんですね。で、あ、なんだっけな、麻酔矢をね、結構ね、作りました。あ、飛んじゃったわ。まあいいや。麻酔矢を作ったおかげで、結構ね、恐竜を仕留めやすくなりましたね。まず眠らせて、それから殺すっていうね、そういう手法を取ることができるようになりました。で、作りたいのはこれなんですけど、あと革とメタルインゴットね。メタルインゴットどこにしまったっけ。
とりあえず川これね、メタルインゴット5。これで作れるようになりましたね。石もこんなにはいらない。メタル、あ、生肉15っていつの間にか持ってたな。いつ取ったんだっけ。ちょっとね、余計なの今先にしまって、それからいろいろ設置していきたいと思います。もう置けないか。で、これができたんで、これね、麻酔屋を作ると。で、どうしようかな、どこに設置しようかな。まずこれをどのぐらいの大きさなんだろう。あ、思ったよりやっぱここに置くのがいいかな。ここでもいいんだけど、こっちでいいか。結構あれだな。ここは置けない。ここに置こうかな。やっぱりこうで、この火のやつはちょっと移動しますかね。あれ、で、こいつをちょっと壊す。ああ、そこが抜けおった。マジか、なんか間違えたのを壊したのか。マジかよ、そこが抜けおった。びっくりしたわ。そこ抜けました。壁とあれと、ちょっと勘弁してよ。予定と違うわ。あ、殴っちった。ジャンプ。じゃあちょっと待って待って待って、予定が変わった。床を作んなきゃいけなくなっちゃった。あ、できるじゃん。わら、参りましたね。これでいいですか。ちょっと重いけど、びっくりしたわ。わらの床になっちゃったけど、まあいいや。まさか
床が抜けちゃうとはね。壊すと気をつけないといけないな。で、ああ、もう2枚必要だったんだね。で、予定通り、ようやくこれが置くことができて、おこういうやつか。おまた壊しちゃう。でこれどうやってやるの。トロフィー、トロフィー代なんか取ってないよね。クロスボウ、あ、これね、メタルインゴット8、木材1、革10。おうおうおう、あ、確かにそれなりの材料ですね。メタルインゴット1、結構作るのあれだな。どのぐらいのパワーがあるんだろうか。耐久力同じぐらいなの、もしかして。すぐ壊れちゃうのかな。トロフィー台なんか取ったことないんだけど、なんであるんだろう。クロスボウ、メタルインゴットやっぱいっぱい使いますね。そこが問題だな。で、これを作って、ここに置くか。で、お肉が、あ、そっか、腐らすためにちょっと残してたのか、これ。で、材木持ってるね。OK。いろいろね、大変なんですよ。あれ、ナムコベリーってなくなっちゃった。あ、ナムコベリーないのか。じゃあ後で取ってこないといけないですね。 OK。 でもってこれね、石材作ったんでやっていこう。まず入り口を作りたいんで、こうですね、ここを入り口ね。であと2枚、あれ作んなかったっけ。石と藁作ったと思ったけど作ってなかったか。じゃあちょっともう一回石とか取りに行きましょうかね。よし、もう一回だ。まあこんなことをねやってんですよ、ずっとなかなか木がね遠くなっちゃったし、石も遠いしな。レベルを上げながら空を飛びたいですね。空を。で、パラシュートっていうのがあるので、パラシュートも一緒に作っといた方がいいかもしれない。もしかしたら死んじゃうかもしれないんで。
石がない、石が石をくれ。あ、壁あった、壁あったじゃん、0番のとこに、下の0番のとこにね。早速設置しよう。あ、やべ、こう飛び降りるとね怪我するんですよね。0番であったんで、こうでしょ、こうでしょ、でちょっとこう変な重なりになっちゃったな。まあいいや。で、あと1枚ない、これ。あと1枚あるよね。で、ここをちょっと壊して、今度は大丈夫だろうね。よし、これどうですかね。囲えました。ちょっと微妙な作りだな。この間に木が入るようになってるとうまくはまってると思うんですけど、ちょっとこの辺が重なり方が下手くそだったかな。まあいいや、ここは扉をつけた方がいいかな。で、出陣はここからすると、クローズは？クローズ。OK。いいね。いいんじゃないですか？ちょっとこの辺向こうが見えるのが気になるな。設置し直したいけどめんどくさいから今回はいいでしょう。で、この子が外出っ放しになっちゃったんだけど、よし、これで殺しちゃいます。あ、もう死んでたのか、一発で死んだのか。ああやって皮を手に入れることができるようになりました。いいですね。で、石をちょっとまた調達しながらっていう、これが毎日の生活になってます。最近はもう石だな、石。川はね、この今みたいにして麻酔矢で結構うまく取れるようになったので、それほど苦労はしなくなったかな。特にあの空飛ぶやつね、今仕留めたやつは割と結構いるので、で弱いからねすぐ集まるし、今までは逃げられちゃってたんだけど、麻酔矢のおかげで逃げられずに倒すことができるようになりましたね。ナムコがあんまり取れないな。よし、じゃあ一旦戻りますかね。
結構長く走れるようになったよね。レベルが上がったせいかな。あと木材、木材あんま持ってなかったかな。そろそろ服もね、ちょっと上級の服に変えたいんだよな。クスの、でっかいボックスってどこだ？これか、何が足んない？どっちでも木が足んないな。木はなかったかな、ストックが。やばい、木がないですね。木がない。木がないので、取り行くしかないな。あとこの炭素をもう一個作りたいですね。先に作った方がいいかな。こんな感じですかね。ナムコベリーもちょっと取れないし、尻尾が出てきてるし。ナムコが腐っちゃったのかな。腐っちゃいますね。先にナムコとか見つけなきゃダメかな。はい、ということでですね、こんな感じで日々頑張ってます。もうちょっと家の方をしっかりさせながら、レベルアップをね、早くしていきたいかなと思ってます。で、家建ててると自然とレベルアップするので、これのサドルを作るのがレベル35だったかな。その辺もそのうちなるでしょうと。今レベル27ですね。レベル27ですね。で、ポイントもないから、いろいろ頑張んないといけないな。この辺がね、服をね、欲しいですね。で、この辺が一回川を作んないと作れないみたいだし、意外とちょっとやりにくいですね。トロフィー台ってやっぱ間違い取っちゃったんじゃない？これ。なんか取れてるよね、トロフィー台。なんかと間違い取ったのか、これ。こんなもん取っちゃったのか。これなんだろう、これ。看板。日本語化されてない。食料保存庫。木の足場、橋を架けることができる。あれ、革の服ってどれだ？帽子、靴、グローブ、服がないよね。これだ。あのパンツ。木のドアあった。木のドア、石のドアってのは取ってないか。いいや、とりあえずドアは後にしよう。
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、裏でちょこちょこやりながら、動画の方を撮っていきたいと思います。それではですね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。